身長富士スイミングクラブのエーサーです。今回の動画では長い距離を速く泳ぐための練習方法について説明していきます。長い距離は泳げるけれども今よりも速く泳ぎたいという方はぜひ参考にしてみてください。このチャンネルで継続して水泳の勉強したい方はぜひチャンネル登録をお願いします。また富士スイミングクラブではベトナムで水泳のレッスンを行っています。水泳のレッスンを希望の方はご連絡をお待ちしています。ではどうぞ。長い距離を速く泳ぐためにはまずは自分自身が現在どれぐらいのペースで泳げるかというのを知る必要があります。例えば 1000m を20分で泳げる方は 100m あたり2分のペース、 1000m を30分で泳げる方は 100m あたり3分のペースになります。長い距離を 100m に分けた時に 100m あたり何秒で泳げるのかというのを確認していきましょう。例えば 1000m を 100m あたり2分で泳げる方が 100m あたり1分55秒で泳げるようになりたい場合、 100m で5秒縮めるのは体の使い方や筋肉の出力の量が変わるので簡単ではありません。5秒縮めるためには1分55秒で泳ぐ時の体の使い方や筋肉の出力に慣れていくことが必要になります。100m を2分のペースで泳ぎ続けられる方は 100m10 本であれば2分5秒サイクルで2分のペースで泳げるはずです。これを1分55秒のペースで泳げるようにするには 100m10 本2分サイクルで1分55秒以内で泳げるようにしていきます。しかし最初から 100m10 本2分サイクルで1分55秒以内で泳ぐことを目標にしても泳いでいる途中に疲れてきてしまってペースが落ちてきてしまう可能性があります。そのためまずは1分55秒で泳ぐ状態に体を慣らしていきたいのでサイクルを2分20秒など少し長くした状態で1分55秒以内で泳げるようにしていきます。2分20秒サイクルなど少し長いサイクルで1分55秒以内で泳げるようになったらそこから少しずつサイクルを短くして最終的には 100m を10本2分サイクルで全て1分55秒で泳げるようにしていきましょう。しかし 100m を1分55秒のペースで泳ぐことに慣れていない方は最初から 100m10 本を2分20秒サイクルで全て1分55秒以内で泳ぐというのがきついという方もいらっしゃると思います。その場合は100m を8本または6本など本数を減らした状態で2分20秒サイクルで全て1分55秒以内で泳げるようにしたり 100m を5本2分20秒サイクルで行った後に少し休憩を入れて体を回復させた状態で再び 100m を5本2分20秒サイクルで行うなどまずは1分55秒で泳ぐ感覚に慣れることが大切です。短い休憩時間で泳ぎ続けていくということも非常に大切な練習ですが目標となるスピードに慣れていくことをより意識して練習を行ってみてください。今回の動画は長い距離を速く泳ぐための練習方法について説明してきました。目標となるペースに慣れることで効率よくタイムアップできるはずです。練習内容としてはきつい内容になりますが諦めずに練習を頑張ってください。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。